皆さん、こんにちは。和田山ま TV です。えー、まぁ、あ、絵心が全くない人でも、まあこういうような感じの絵、曲とすれば、なんか描けそうな感じがしますよね。で、えー、皆さん、この絵、いくらだと思いますかえ、これはデジタルアートなんですね。あの、NFT というふうに言われているんですけれども、えー、複製ができない絵と。 えー、きちんとその絵についてですね、えー、この NFT という形で登録をするとすべてが、えー、まあ、その絵については唯一無二のものという、まあ、保証が取れるんですね。最近、まあ、最近といいますか数年ぐらい前から出てるんですが、えー、この、えーえー、ついこの間、実は8月ですよ。 1>, 1億4千万1億4 2二百万ぐらいですね130万ドル、えー、これで落札されたんですねで、えー、実はこれ1か月今それから経ってるんですけれども1か月近く、えー、実にもうこの岩の絵がですね別の岩ですよほとんど同じような絵なんですよ、えー、色がちょこっと変わってるぐらいのものなんですねこれ。 画像処理でやればすぐ色ぐらい変えられますでしょそういうあの程度の変え方なんですね、えー。それがもう4億5千万ぐらいになってると、えー。まだ今後ちょっと上がってきそうなんですよね。どうですか皆さん、こういうような、ね、絵だったら、えー、自分も描けると思いますよね、えー。実はこのイーサロックというものなんですけども、これはロックアーティストなんですね。で、2017年に似ていますからもう、 かなり古いですね、実は NFT の世界では、えー。2017年から100個限定ということで、えー、番号を振って売り始めたと。で、これが急激に値段が上がってきたのはまだつい最近なんですね。えー、まあ、と言いましても、えー、実はついこの1億円になる少し前まではですね、えー、大体3000万円ぐらいで買えたと。えー、しかし、その 1>, 1週間か2週間ぐらい前は1000万ぐらいだったんですね。で、ものすごい上がり方ですよ、ね、あっという間に、あの NFT アートというのは、一気にこういう形で上がり始めると上がってくるんですね。えー、ですから、えー、皆さん聞きましたね、あの NFT のアートが、えー、70億円以上で落札されたという話がありましたでしょ。 え実はこういうね NFT アートについては何億円だっていうのがもうあの続々誕生してきているんですね。日本では、えー、まあだねそれほどではないんですけども、えー、これが売られたのはオープンシーという非常にあの有名な NFT アートのアートアートの会もいろいろ使ってますよ音楽であるとか。 まあ、そういったものを扱っているんですが、これがですね、えーまあ、世界最大の規模をこっているのがこのオープンシーなんですけども、まあ、他にもいくつかあります。あのサザビーズとか、あるいはクリステイーズなんかも NFTR と扱うようになってきてますからね。えー、日本のサザビ,ビーズとかクリステイーズはまだやってないようですが、えー、今後はですね、 まだまだ日本でもこの NFT アートを扱うところが出てくるとこちらの NFT アートは私が描いたものです19世紀画家のルイス・リカルド・ファレロのラフ画をモチーフにした幻想的で独創的なアートに仕上げました私は絵描きではありません絵はうまく描けませんデッサンもしたことがありませんしかしデジタルの世界ではかなり描けることが分かりました このほかにも先の「クリスタルスカル」シリーズや「フェルメール」「タワラやそうたつ」の「風神雷神をモチーフにした作品などどれも美しい幻想的なアートになっています。よければ皆さんこの作品を購入してください。販売中でない作品もオファーすることが可能なようになっていますので気に入ったものがあれば金額を提示して交渉できるようなシステムになっています。 今なら安く買えます。どの作品も一点のみ制作です所有権が移転しますから値段が上がったところで売ることが可能になっています一攫千金も夢ではないことになります少なくとも宝くじよりはるかに可能性が高いです実際に岩の絵を最初20万円とか30万円で買った人は転売により資産を築いている人もいるそうです そして、このようなものは、長売れて高くなってから買うのではなく、まだ知られていないうちに断然安いです。買って将来に備えるのが最善であって、安い NFT のうちに買って、将来桁違いに設ける、そういう人が出てきています。私も、これからマーケティングを行う予定ですが、将来的に、必ず、一つ1億円超えができるという感触があります。何しろ、 まだマーケティングをろくにしていないのですが従ってまだ売れたものはありません1億4000万円ほどで出品しているものがあるのですがウォッチが1つついていますので恐ろしい人がいる世界だと感心しています特に仮想通貨をやっている人はいわゆるお金を持っている人がほとんどですので発想も違うところにあるんですねさあ皆さんこちらはですね 現在、あの、簡単にこれ参加できるという形じゃないんですよね。えー、ですから日本からそんなに多くは参加してないんですけれども、あ一応私もあの、オープン市に出品してありますので、え、これからね、いろんな形であの、PR をしようと思ってはいるんですが、何しろあの、通貨がですね、仮想通貨での取引になるんですね。 ですからこの私も全く仮想通貨は興味がなくて、まあ、やる気はなかったんですが、まあ、参加するためにはこの仮想通貨のまず講座を開設してやらなきゃいけないとそれから他にもいろいろちょっとまた面倒なことがあるんですよね参加するまでに、まあ、そういったものを順次こうクリアしていって私も出品したわけですけどもこの NFT アートというのはまだしばらくバブルが続くんですね予想からして。 ヤフーはまた今後出てくるわけですので、すでにもう日本で NFT を販売してね、やってる人、あるいはこれからやろうという人はですね、一応あの、私もやってますので、なんかそういうグループを組んでやっていくと、PR はかなりできるんじゃないかなと、そんな気もするんですね。一応私もあの SN、SNS でですね、 今後ちょっといろいろやってみようかとは思ってますけども、今まであの制作とですね、あの、まあ、制作に結構忙しかったわけですね。えー、全くの素人がやるわけですから、結構なハードルが高かったんですけれども、まあ、なんとかそういったものをクリアして、えー、まあ、一度ね、あの、オープンシーンに出してみると、あとはそれほどもう難しくはないんですね、出すこと自体は。えー、そういうことから、 えー、まだまだねこれから需要が見込める世界ですので、えー、皆さんチャレンジ精神のある方は是非ねやってみると面白いかもしれませんよアートの新しい形としてデジタルの新しい価値と保証が NFT により構築されたため一般の絵画世界と同じ唯一無二の世界が出来上がりました今後はアナログよりデジタルへと価値の基準が移行する日も 近いかもしれません村上隆氏も参入の準備をしているようです。一度オープン C へ参入しましたが、後に準備不足を理由に、この時は取り下げています。私の作品は説明欄の URL からご覧になってください。